こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では今僕が着てるダウンについて解説をしてみたいと思います。僕は毎朝子供たちとだいたい30分弱ぐらい遊んでから幼稚園に送り出すっていうのを日課にしてるんですけど、昨日まではねインナーダウンで結構大丈夫だったんですよ。それが今日はさすがに寒くて思わずクローゼットの中からこの普通のダウンをですね引っ張り出してきてしまいました。非常に寒かったですね。そろそろ皆さんもダウンを着始める頃なのかなと思います。ダウンについては動画であまり話したことがなかったので少し解説をしてみたいなと思っています。実はダウンといってもかなりピンキリで、高いものはね正直めちゃくちゃ高いです。モンクレールっていうブランド皆さんはご存知でしょうか。結構これが高くて今だと18万円とか20万円ぐらいのものも結構たくさんあるんですね。僕は普段のスタイリングではこういったモンクレールのダウンをおすすめすることがあるんですけども、さすがにデザイン性も良くてかっこいいなとは思います。ただ僕自身はねさすがに18万円のダウンは着る勇気が持てないですね。モンクレールがトップだとしたらその下には例えばヘルノだとかカナダグースだとかタトラスだとかデサントだとか、こういったダウン専門ブランドのものが次には来るんですかね。大体価格帯で言うと10万円から12万円ぐらい、これでも十分高いですよね。で年々ねダウンって高くなってるような気がするんですね。ブランドネームみたいなものが乗っかってきて、ますます高くなってるなっていうのを感じています。僕も正直いろんなダウンを今まで着きました。モンクレールも着ていたこともあるし、タトラスも2着ぐらい着たし、あとカナダグースももう結構前になるけど、2着ですかね、これも着ました。結構いろんなブランドを着てきたのかなと思います。ただそれはまだ独身だった頃で、ファッションにこうバリバリお金をかけた頃にそういったいいダウンを着てたんですが、今正直それぐらいのダウン着ようかっていうとなかなかそういうテンションにはなりません。というのもダウンって結構公園で子供と遊ぶ時とかに着ることが多いので汚れるんですよね。子供抱っこすると結構足とかがねこれにバンバン当たるので汚れちゃうんですよね。なので気軽に着るっていう意味では僕10万円以上のダウンっていうのはなかなか手が出ないなと思っています。でそういったいわゆる高級ダウンの下に来るのがだいたい3万円から3万5千円ぐらいのセレクトショップのオリジナルのダウンなのかなと思います。例えばビューティー&ユースですとかアーバンリサーチですとかナノユニバース、このあたりが結構僕はおすすめで普段のお客様とお買い物同行するときにもよくおすすめをしています。非常にデザインが洗練されているし機能性も高いので僕はこのあたりのダウンで十分なのかなと思っています。そして僕自身もそういったダウンを買うことは結構あったりします。アーバンリサーチも買ったしビューティー&ユースも買ったし様々なダウンを着てきました。ただそれでも高いと思うんですよね。ダウンに3万から3万5千円かけられる人ってそんなに多くはないかなと思います。そんな方にぜひおすすめしたいなと思うのが僕が今着ているこちら、もう皆さんもご存知だと思いますね。ユニクロのシームレスダウンパーカーというアイテムになります。これ1万5千円ぐらいですかね。非常にねコストパフォーマンスの高いデザインだと思います。ユニクロには様々なダウンがあるんですが、その中でも最もこうシンプルで使い勝手がいいのはこのシームレスダウンパーカーなのかなと思います。これが出たのが多分今から4、5年ぐらい前ですかね。ちょっと正確なところはわからないんですが、最初に見た時に僕これはかっこいいな、これはユニクロの定番になりそうだなと思って買いました。当時はネイビーを買ったんですけども、それから 4、5 年経って久しぶりに今回ブラックの方を新調しました。でその頃に比べるとより軽量になっていて形もね、ますます洗練されてるのかなという感じがします。で表面に変な光沢感があるの僕嫌いなんですよね。ピカピカ光るのなんか安っぽく見えるのであまり好きじゃないんですね。でこのシームレスダウンパーカー今年はより光沢が抑えられていてマットな雰囲気が非常にかっこいいかなと思います。そしてこのダウンパックっていってこのボコボコしているのが通常のダウンの特徴なんですけども、そういう膨らみも結構抑えられているのであんまりこう着ていてスタイルが悪いっていうこともなくて、
まあ、非常にタイトな作りになってるかなと思います。まあ、そんなにねがっつりあったかいってわけじゃないですけど、これで十分なのかなと思います。風も防げるし、多少の雨だったら防いでくれるので非常に便利かなと思います。まあ、余計なねゴテゴテしたものがついてないのが一番いいところかなと思います。色はやっぱり黒だとかネイビーで、なるべく余計な要素を盛り込まない方がいいかなと思います。赤だとか、まあ、いろんなカラーリングがあるんですけど、ゴテゴテしないでシンプルなものがいいかなと思います。僕はダウンを合わせる時には、中には基本的にはニットを着る用意しています。っていうのもダウン自体が結構カジュアルなアイテムなんですよね。そこで中に着るものまでスウェットとかになっちゃうと本当部屋着みたいになってしまうので、少しニットのような切れ目のアイテムを入れてもらうと全体のバランスが取りやすいかなと思います。で、今履いてるのがブラックジーンズですね。これもユニクロです。で、全身をまあブラックで統一してしまうっていうのもいいと思います。そして中には差し色のホワイトを持ってくると全身が暗くなりすぎないのでバランスがいいかなと思います。で、靴なんですけども、まあ僕はこれにスニーカーを合わせることが多いんですが、例えばホワイトレザースニーカー、スタンスミスみたいなものを合わせることもありますし、以前動画でご紹介したホカオネオネと呼ばれるちょっと厚底のスニーカーなんかも僕は合わせることが多いかなと思います。全身をモノトーンに構成することでダウンというアイテムが少しカジュアルでも大人っぽいきれいめなスタイルが目指せるのかなと思います。このシームレスダウンパーカー結構十分です。皆さんもぜひこういったものを普段の着こなしの中に取り入れていただきたいなと思っています。ぜひこの動画を参考にして秋冬のダウン選び楽しんでみていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。